上海東方芸術センターは中国及び上海市における主要な舞台芸術文化施設の一つである。歩道行政文化地区の正規内道に隣接し2004年末に正式に開業した。近年の中国における西洋及び中国の伝統芸術形式の成長を象徴する建物の一つである。2005年のベルリンフィルハーモニー還元楽団の 上海コンサートを皮切りに様々な文化的音楽的公演を催している。正式なコンサート公演会場であり、中央歌劇員による西洋オペラも上演されている。フランス人建築家のポール・アンドリュート・ホト建築設計研究員有限講師による建築芸術性と機能性を融合した設計となっている。ガラスファサードは穴の開いた金属シートを合わせ、 ガラスで挟んでいる。一つ一つが花びらを思わせる5つの連結した半球状のホールは、それぞれエントランスホール、パフォーマンスホール、コンサートホール、エキシビションホール、オペラホールに分かれており、上空から見ると超もしくは誇張乱のような形状をしている。来館者が迷わないように、館内ではそれぞれのセグメントごとに色分けされた小石で飾り付けられた壁によって、 仕切られている。見陰石を使用した重い色合いの床と贅沢にしつらえられた家具類、中に金属シートを挟んだガラス張りの壁から淡く差し込む太陽光により森の中にいるような感覚を覚える。ハイテクを駆使した天井部分は公園内容の性格に合わせ夜の感触を変化させることができる。その他、展示場、音楽ショップ、 レストランなどの付随施設も整っていることが特徴的である。ありがとうございます。